8対1で阪神が勝ちました。すごいな。どないなっとるんや。今日も打ちました。昨日に続いて今日も快勝ですよ。ヒット数は阪神が11本で、横浜は9本。11本と9本やったらまあまあええ勝負してるやん。ところがスコアは8対1。不思議やろこれ。まあそれにはまあいろいろ理由があるんやけども、まあ阪神はにはホームラン出たけど、横浜にはホームラン出なかったというところと、あとはやっぱりチャンスでタイムリーが出たと、阪神はね。まあそういうところでね、今日の阪神の先発は休みになってくると出てくるピッチャーといえばウィル・カーソン。まあ今年阪神に来たばっかりやけど、まあまあ割と頑張ってるよ。先発した試合は勝っても負けても試合をきっちり作ってるから、要するに試合壊してないわけや。最初にいっぱい点取られて、もうその試合も全然もうね、追いつきもせえへん、もう完全にもう負けやんかいうような試合じゃなくて、やっぱり5回6回までは僅少差でずっと行ってて、で勝ったり負けたりっていうのが出てきてるんだけどな。1勝2敗ウィルカーソンね。で防御率は2.42やから、結局平均2.4点しか取られてないわけや。まあ5回6回までだけどな。で阪神はやっぱり負けてるから、本来それやったらもうちょっと勝ってても逆でもよかったと思う。2勝1敗でもええと思うんだよな。まあそれはこれまで阪神が負けてた、要は打てなくて負けてるチームやからさ、やっぱりピッチャーちょっと苦しいということやね。で、横浜 DeNA は東克樹。横浜だいぶこのピッチャーに期待してんねんな。愛工大名電やから、まあ、イチローの母校や、高校は。もっと前で言えば、今、監督やってないけど、ちょっと前までソフトバンクの監督やってた工藤監督ね。元監督の母校ですよ。というか、名電なんかいっぱいおるから。割と多いプロ野球選手がね。そこから立命館出て入ってきて、2017年のドラフト1位やから、やっぱ期待してんねんよ。だけど、横浜としては、このピッチャーは今年は0勝4敗。まだ1回も勝ってない。で、防御率が悪いは6.21やから。まあ、阪神で言うたら秋山みたいな防御率や。なかなか勝てへん。ということやから、もう戦前からちょっと有利かなとは思ってたよ。やっぱりそんな風になったね。で、まず阪神は、1回の表は両チームとも点が入らなかったんやけども、2回に早速入れます。2回の表、阪神の攻撃。この回はトップバッターは糸井。糸井はデッドボール。ノーアウト1塁。で、糸原は、レフト前ヒット。軽打やから、レフト前ヒット。な。で、ノーアウト1塁2塁。で、梅野。梅野は三振。梅野が全然当たってないねんね。もう見る、いつ見てもアウトになっとんで。まあまあ、そりゃそうで、そこまでにしとこう。ワンアウト一塁二塁。で、ウィル・カーソン、ピッチャーやな。ワンアウト一塁二塁でどうするかなと思って、まあ、ウィル・カーソンやから、下手に打たしてダブルプレーやんねったら、送りバントがええなと思ったら送りバントしよった。まあ、これは正解やと思うわ。送りバントで、ウィル・カーソンのバントちょっと怖いんやけど、でも、なんか、バントにしては強いんや。バントが。打ってる感じ。コロコロコロって、まあ一応転がしようねんけど。下手したらあれセカンドでアウトなるで。バーッとダッシュしてきてた。でもまあ一応成功して、ツーアウトランナー二塁三塁やな。で、ここでトップバッターの近本。昨日も当たってた近本。3安打とね。まあ2打席目やけども、近本はここで真ん中やや低めの球をレフトへ持っていきます。レフトオーバーのツーベース。これで2点。送った後にタイムリーが出る。なんでかわかりますか？これは。これは俺の法則なんやけど、常に塁を1塁、2塁、3塁、ホーム。ホームに帰ってきて点やんか。だからホームに帰そう思ったら、塁に出たのを進塁させなあかんやんか。進塁させていくと、こっちにホームに呼び込もうという流れが出てくるね。俺の法則、これ。鉄則じゃないけども、俺の法則。こうなりやすくなるね。こういう、なんていうの、気流というか、いい流れが、こう来るから、失敗する場合もあるけど、こう来やすいね。だからこれをやっていくと、何回かやってるうちに絶対、一回は成功すんね。
これをやりなさいって。庭園を用途らんのやったらこれをやりなさい。何回も言うてね。だいぶちょっと、最近ちょっとやりつつあるから。いい流れになってきてるわけや。ということで、2点。2対0。で、3回にもまたチャンスが巡ってきます。3回は、先頭のマルテはアウトになったんやけども、4番バッターのサトデルが、内角高めの難しいストレート。サトデルはこんな感じでこう構えねえな。この辺や。これ、昨日もちょっと打ったけど、この辺の難しい球や。ストレート。この辺ね。こう送る。一番苦手なとこや。これをまた、カーンと打ったよ。ライトスタンド中段から上段近くまで行ったよ。完璧に捉えた、これ。ちょっとだんだんこの辺が、スピードがね、あんまり速なければ打てんねん。150ぐらいになってきたら打たれへんねんけど。140台やったら打ちよんねん。ちなみに141キロやったから、綺麗に打ちましたよ。で、これでソロホームまで行って、これ3対0。それから、続く大山。大山も打てへんねんな。もう、調子悪いねんけど、今日は、この後、ツーベース打つね。ライトへ、ライト線に。体、なんか、ちょっとレフト向いてたような気がするけど、ボールはライト向いたわ。まあ、ワンアウト二塁や。それで続く糸井が、ちょっと厳しい球やったから、なんとか拾ったんやけど、ポテンヒットになったんや。ああ、センターフライかな思ったらポテンヒットや。で、一塁三塁。で、続く糸原。軽打糸原。糸原っていつもこうやってね、こう振るねん、こうやってな。何回も、じっとしてへんねん。こうやって、って。多分、リズム取ってんねん、これで。これで、ポンとって、ショートに打ったんや、ゴロ。でも、ランエンドヒットいて、走らしとったから、その、ショートの深いとこ行ったから、で、取ったけども、結局、ショートゴロの内野安打という形ができたんや。で、1点が、3連打突っ込んできてたから、ホームイン。ということで、2点。これで4対0。2対0から2点入って4対0。4対0になって4回の裏にようやくベイスターズが、得点をします。ベイスターズは、4回は2番バッターの楠本という選手からね。楠本が、ピッチャーゴロがちょっと悩んだなって。で、ノーアウトで1塁。で、すぐそれが、その一塁走者がセカンドに盗塁して、梅野も頑張って投げたけど、モーション盗まれてたから、完全にセーフ。で、3番の外。この外が打っちゃったわ。ライトオーバー。フェンスにダイレクトで当たるツーベース。これで1点。で、横浜の攻撃はそこで抑えた。で、今度また、阪神の方に今度は流れが来ます。5回。5回は、大山から。大山が150キロのストレートをセンター前ヒット打ちました。で、続く糸井はフォアボール。一塁二塁。ノーアウト一塁二塁。で、糸原。軽打糸原。真ん中高めの直球をセカンドゴロ。でもセカンドがエラーします。ノーアウト満塁。で、チャンスが梅野に回ってきたと。梅野はもう全然用断念よ。もう、チャンスで回ってきたら三振したりとか、内野フライだとか、内野ゴロだとか、なんやけど、この回は、もう三振するかなと思って、ツーストライクも空振りしてたし、もうライトに犠牲フライ打っちゃった。で、1点。5対1。続いて、ピッチャーのウィルカーソン。さっきは送りバントしました。さあ今度はどうするっていうところで、ワンアウト一塁三塁な。ワンアウト一塁三塁。ここで、セーフティースクイズしよって。よう、あんなサイン出しよったなと思って。ウィルカーソンが一塁側に、ちょっとプッシュ気味に、プッシュ気味のこう押す感じでな。ポーンとこう転がしたんや。な一塁側にコロコロコロって転がっていって、その転がってんのを見て、三塁ランナーが、ホームに突っ込んでくるという。これセーフティースクイズ。これをやりよって。まあ成功したんやね。で、
成功したんやけども、一塁の外が、外っていう一塁手が、ホームに投げたんや。アウトできるって言って、タイミング的にはアウトよ。はっきり言って。でも、サヨナラ走者、糸井、足ちょっと、怪我してるからどうかなと思ったけど、キャッチャーがこう、タッチに行くときに、ヒュッとこう、後ろにヒュッと回り込んで、ホームベースタッチして、タイミングでこれアウトかなと思ったけど、セーフ。ということになって、もう1点入ります。これで2点。それから、6回。またもやタイガース。6回は、サドテルのホームランがまた出ます。やっぱり、ベイスターズのバッテリーは、サドテルの内角ばっかりこう攻めるわけや。まだ内角来たと。今度は、センター、バックスリーの右側にホームランを打ちます。これで7対1。で、ベイスターズはずっとその間抑えていって、6回。これはね、ウィルカーソンは6回まで投げ切って、要は1点で抑えた。で、7、8、9と、ベイスターズを攻撃は、リレー、投手リレーやね、系統。岩貞、7回。で、8回、浜地がちょっとピンチ迎えたな。浜地が1人だけ投げたんやけども、この時に2安打されたからな。ちょっとやばいというところで、カジヤを出したんや。これ良かったと思うわ。この、スッと出したのが、カジヤを。カジヤは抑えられるから。で、カジヤがあと2人抑えて。ハマチは1人だけ抑えたから、これで、8回は終わりと。で最後9回は、斎藤幸也が投げた。で、ベイスターズも、をあと7、8、9と0点に抑えたと。で、9回、阪神は、エラー絡みで1点入れるんやけども、合計8点取ったと。で、ベイスターズは1点やというところで、8対1。今日は、まあ、全体的に言うと、やっぱり投打のバランス、噛み合わせが良かった阪神が圧倒した感じだね。ベイスターズのいいところは、その、4回の外のタイムリーヒットだけで、あとは全然打てへんだし、打ってんねんけど、9本も打ってんねんけども、要は、ランナーを出した時にあと1本が出へんだ。まあちょっと前までの阪神見てるようやったな、これ。ただピッチャーはもうちょっと阪神はいいけどね。まああんまりええとこなかった試合やったな、このベイスターズは。まあそんなことで、今日のヒーローに行きたいと思います。今日のヒーローは日本ホームランを打ちました佐藤輝選手、佐藤輝明選手、5打数2安打2打点2ホーマーということで、佐藤選手に、今日のヒーローを送りたいと思います。